ドミトリー・トルストイ・ドミトリー・アンドレーエヴィッチ、トルストイ伯爵は、帝政ロシアの政治家。ロシア帝国国家評議会議員、教育大臣、内務大臣を歴任。トルストイ伯爵家の支流に属する。1843年に、ザールスコエセロー立イを卒業する。1853年に、海軍省に管理として入省。 その後1865年から1880年まで政務会員のオーベルプロクアラーを務める傍ら1866年から1880年まで国民系盲大臣に在任。1871年の大学改革を実施したが古典文学や中んずく、ラテン語、キリシャ語教育を重視し、結果として復古的教育の流行に終わった。 1882年内務大臣権憲兵隊、司令官に就任する。以後1889年に職を退くまで、パズー品と共に、反改革を主導。ロリスイコールメリコフが主導したゼムストボや、地主貴族による権力分立を否定し、中央政府官僚や関係による統制を強めた。内務省管轄下にゼムスキーナチャーリクを置いて、 行政権と司法権を掌握するとともに、ゼムストボへの監督を強化し、選挙権を制限。さらに、市議会も縮小するなど、中央集権化が進行した。また1882年には、いわゆる臨時規則を発布。これによって、新聞、出版などの自由を大きく制限し、国民大衆の演佐の的となった。その一方で、 ロシア社会から半ば追放状態にされていた、モロカン派の信者を自らの資料内で保護するという一面も持っている。1882年、トルストイ博は帝国サンクトペテルブルク科学アカデミー総裁に選出され、ロシア史に関する文献をいくつか表した。ありがとうございます。